霊界の小閻魔復活への試練。おいおい、一体どこまで行くんだよ。あの世だよ。じゃ、あの世？生き返るための試練について説明してくれるお方のところへ行くのさ。誰だよそいつは。用があんならそっちから来やがれっつーの。閻魔様。閻魔様？いいかい、先に注意しとくよ。閻魔様に失礼な口を聞くんじゃないよ。生き返るどころか地獄に落とされるからね。冗談じゃねえ。俺は帰る。もう帰る。これが三途の川か。はったり、はあ、そんでもってあそこが審判の門。うわあ！絶景。ボタンです。入ります。ガン飛ばす前にこちらに一発ずつ切れて、ビビった隙に後ろへ回って目つぶしくれて、そんでもって急所握りつぶせば完璧だな。あら、何ブツブツ言ってんだ。いや、別に。ボタンです。裏飯ユウスケを連れてきました。よし、入れ。閻魔様、連れてまいりました。どこだ。ここじゃ、ここじゃ。え、ここいい、こいつが閻魔。よく来たな。まあ楽にしろ。はい。この子が裏飯ユースケです。そんなボケっとしたりで挨拶ぐらいしなさいよ。ダハハハハダハハハハハハ。おい、ボタン、冗談寄せってば。バカ、嘘ついてどうすんのよ。じゃあこのちっこいガキがエンマだってのか。もう指を立つな。いえ、ハハハハハ。ああ、ビビって損したぜ。いや、ハハハハ。正確に言えば閻魔大王ジュニアの小閻魔だ。こう見えても貴様の50倍は長く生きとるのだぞ。血の聞き方に注意しろ。どう見ても年上には見えねえぜ。見ての通り霊界は今死ぬほど忙しい。早速結論に入る。裏飯ユウスケ、 お前が受ける試練とはこれだ。何の卵だよこれ。霊界獣の卵だ。別に温める必要もない。肌身離さず持っていればよろしい。なんでそれが試練なんだ。つまりだ、霊界獣は人間の心から発するエネルギーを食って成長するのだ。エネルギーを発する人間の心次第で霊界獣は悪魔にも天使にもなる。もし貴様の心が邪悪なパワーを発し続ければ。おぞましい怪物となって貴様の前に姿を現すだろう。そして霊体としてのお前は食われてしまう。それでおしまいだ。生き返ることはもう不可能だ。
ておくから、あとはまあ貴様の心がけ次第だ。ユウスケ、のんびりしてる暇はないよ。お？まず葬式の前に肉体を助けなきゃ。このままじゃあんたの体焼かれちゃうよ。あ、いけねえ。生き返るにも肉体があってのことだからね。こうしちゃいられねえぜ。あ、どうしたの？でもどうやって伝えるんだ。幽霊が普通の人間と喋れる方法がなんかあんのかよ。あるよ。どうやって？夢枕に立つんだよ。夢枕？そう、死んだ人が夢の中に出てって大切なことを告げるんだよ。なるほど。バカ野郎！死んじまいやがって。ユスケのバカってね、車にはねられたぐらいじゃ普通死なねえぞ。母ちゃんはお前をそんな山に育てた覚えはねえぞ。あらあら、ダメだこりゃ、完全に酔っちまってとなると、気乗りしねえが稽古の夢に邪魔するしかないか。なんかあれだな、しばらく入らねえうちに可愛い部屋になっちまったな。よし、よく寝て。お、泣いてる。帰ってんのは勝手だけどな、ちょっと野暮用で魂だけ留守にしてるが、すぐ帰ってくるからな。ユウスケ、おい、ちゃんと聞いてんのかよ。重い。俺の酒好きババアにもよーく言っとけ、俺は生き返るってな。くれぐれも丸焼きなんぞにするんじゃねえぞ。あ、そういうことだからよ。そんな顔見たかねえぞ。ユウスケ、ユウスケか、ユウスケの夢の中に、夢じゃない。恵子ちゃん。あ、はい。あの、今ユウスケの夢見てたの。え？ユウスケったらね、あの世で鬼たちと喧嘩してギタンギタンにまとめちゃってんのよ。笑っちゃうよね。あつこさん、恵子ちゃんも見た？え？あの子の夢。あ、いえ。お母さんの気持ち考えちゃって、恵子ちゃん夢の話できないね、きっと。くそ、夢じゃ弱いんだよ。ボタン、一体どうすりゃいいんだよ。このままじゃ明日には俺の体焼かれちまうぜ。そうね。どうするつもりだよ。またあいつらの寝るのを待つわけにはいかねえぜ。よし、ユウスケ、こうなったら最後の手段だ。最後の手段？今度はね、誰かの体を借りてケイコちゃんに伝えるのさ。なるほど、誰かに乗り移って話すわけか。そういうこと。誰でもいいのか？いや、それには決まりがあってね。あん
たの身の回りで一番霊感の強い人間ってことになってるの。霊感の強い人間、誰だろう。どうしたんすか、桑原さん。何かあったんですか。寒気がする。あ、風邪すか。いや、もしかして例のあれですか。あ、なんだ。実は桑原さんはな、人一倍霊感が強いんだよ。あ、そうだ。この王冠に襲われると人玉見しまったり、金縛りにあったり、気味悪いババアのお化けに追っかけられたり。ろくなことないで。意外だ、すっげえ意外だ。お、今も俺の後ろに来てる。本当すか。やっぱ不気味なばあさんすか。いや、きっとタヌキかサルか低級な動物霊だ。誰だだこの野郎。冗談じゃねえ。誰がこんな薄ら野郎に。嫌ならいいんだよ、体メラメラってね。入る。よし。どうしたんすか、桑原さん。何してんすか、桑原さん。おい、ほら、もう入れるよ。ただし、タイムリミットは1時間、つまり日没までよ。それ以上はあの桑原って子の体が持たないからね。これを逃したらもう二度とチャンスはないから、いいね。お、あはは、おまじ。自由に動くぜ。どうしたんすか。そうだ、こうしちゃいらんねえ。なんだ一体。時間がない、時間が。なんだい、あんた。いや、もう急いでんだよ。稽古どこ。稽古は出てますけど。俺だよ、俺、ゆうすけ。いや、てめえ、ゆうちゃんはな、てめえみてえにブサイクじゃねえや。どこどこい。そうよ、そうよ。しかも、てめえ、ゆうちゃんはもうこの世にいねえんだよ。明日のお葬式を前にして、なんてこと言うんだよ。たちの悪い冗談は許さねえぞ、このクソガキ。おお、おじゃ、説明聞いてくれ。おととい来やがれってんだ。くそ、説明する暇も聞く耳もねえぜ。15分も使っちまった。くそ、結構のやつどこ行きやがった。てめえ、皿屋敷中の桑原だな。うるせえな。今は一見桑原のようだけど、桑原じゃねえんだよ。ああ、何わけのわかんねえこと言ってんだ。とにかく今は時間がねえんだ。後で来やがれ。こら、まとめるぞ。ああ、こんな。このクソガキ。めちゃ強い。まるで浦飯雄介のパンチを食らったみてえ。さっき世話やかせやがって。クワバル、この前の金返しに来たぜ。3倍にしてろ。クワバルの野郎、見境なく喧嘩してやがる。やっちまえ。バカ野郎、てめえらか。何の手口だ。くそ、余計な時間使っちまった。
いつも稽古といる二人組。よし、稽古大丈夫かな。うん、かなり辛そうだよね、やっぱり、うん、おい、てめえら、おい待てよ、おい、なんで逃げるんだよ。くそ、あと10分しかねえ。このままじゃ稽古見つけても説明してる暇ねえぞ。ごめん、待たせて。あれ、稽古、変ね。なんて声かけりゃいいんだ。この格好じゃ何言っても通じねえぞ。もう時間がねえ。一発で俺だと分かる方法はねえのか。なんかあんだろう、なんか。そうだ、よし、稽古。信じろ、いいか、結構おめえだけは。信じろも何も、こんなバカな真似するのユウスケの他にいないわよ。それに、喋り方や話す時の仕草、何年も見てきたユウスケそのものだも。待て、メソメソすんな、俺が聞いてからにしろ。でもどうして、俺だってこんな奴の体に入りたがなかったよ。あ、いけねえ、もう時間がねえ。いや、もうこいつの体から出なきゃいけねえんだ。とにかくよく聞いてくれ。これだけははっきり言っとく。俺は必ず戻ってくるから、信じて待っててくれ。これまで俺の体大事にしてくれよな。待ってる、ずっと待ってるから。今度こそ大丈夫だ。いや、あ、え、俺って何やってたんだ俺。え？なんかよくわかんねえけど。ぷよぷよしてか。ごめんなさい。一体何があったの。アツコさん、開けて。アツコさん、アツコさん、聞いてちょうだい。実はね、ユウスケが、ユウスケが今ね、今ね、最後に一発あいつぶん殴ってやろうと思って、おかん開けたら、ヒヨスケの顔に赤みが刺してんの。心臓がね、なんか動いてんの。ヒヨスケが、あまあなんとか、アスカの肉体は助かったと。あ、気づいてるぜ。うん、なあ、今日の行動はいいことだよな。さあ、かなり喧嘩で暴れ回ったことだし。